ハミングバードコーヒーの、吉村武と申します。よろしくお願いします。前職そう音楽あの CD ショップで働いていて、まあ、それが合ってたのか楽しかったのか、まあ、夢中でやってる間にもう15年とか経ったんですけど、そのふとその20代に思ってたいつかやりたいって思ってる、それそのいつかっていつだろうな、いつやんだろうな自分って思って、でそれでちょうど自分の父親が他界したのがちょうど今の自分くらいか、もう超えちゃったんですけど今っていうのもあって、40になった時にすごくそれがなんか死っていうことが自分の中ですごくリアルになって、でちょうどその時に、やっぱり自分が今まで一番こう親しんできたものがコーヒーだったり喫茶店とかカフェっていう場だったので、それでカフェっていう場を開こうかなってか開きたいと思いました。仕事終わりとかの時間でお酒を飲める一杯やれるお店っていうのは僕がやらなくてもたくさんあるなって思うんですけど、仕事終わってなんかそのままなんとなくそのまま家には帰りたくないような夜とかに、そのクッションとしてコーヒーでそれができる、コーヒーを飲む場所とかコーヒーを飲むっていうことでそれができる店っていうのがあったらいいなって思って、であんまりないんですよねその時間帯に。もう今皆さんね、お仕事終電とかで帰ってくる方ってとても多いので、まあ、それがお酒じゃなくてコーヒーでもできたらいいなっていうので、その遅い時間帯に一杯のコーヒーが飲める、小さいお店なんでできるだけいろんなことに対して、丁寧に作業に全部が作業にならないようにっていうのはすごく意識してますね。あとそうも言ってられないかもしれないですけど、言ってられるうちはやりたくないことはやらないっていうのはすごく考えてますね。街にいる層があんまり偏ってない街がいいなっていうのはありました。例えば若い夫婦だったりおじいちゃんもいておばあちゃんもいてっていう、なんかそういうのが入り混じってるような街がいいなっていうのは思っていて、あとは個人店がある街が良かったですね。なんか偏ってないってこととちょっとごちゃっとした感じが、駅出たらパッケージでどこの駅降りても似た感じっていうところからはなんかちょっと免れてるような街っていうのがよくって、その候補の一つが学大で、コーヒー一筋何十年とかコーヒーのことをスペシャルにこう極めてる職人さんみたいなすごく憧れるし尊敬はするんですけれども、今のところはですけど自分はそういうタイプじゃないかもなっても思いますし、そう考えた時に、今のここの場所ってコーヒーっていうことだけじゃなくって、その音楽とかその写真とかすごくそれは目に見えないですけどいろんなことがつながってるなっていうのは、なんかそういう縁というかいらっしゃる方のこうつながりとかそういうところからすごく実感できることは多いです。これからっていうので本当ちょっと目の前の、ね、来月再来月で考えたら本当に今のペースを積み重ねていけたらすごい幸せだなと思います。